の夏の記憶としてですね、特別な体験を提供できるのではないかと。来月24日、七北田公園で開かれる泉区民ふるさと祭りでは、5年ぶりにコロナ禍前と同じ規模の3000発の花火が打ち上げられます。これに合わせ今年は会場近くの湯浅田に初めて有料観覧席が設けられることになりました。昨夜はスタジアムで花火の試験打ち上げが行われました。観覧席はバックスタンド側の座席およそ3200席や一部のコンコースに設置するテーブル席などです。コンコースではキッチンカーで注文した商品がテーブルまで届けられます。有料観覧席は2000円から3万円で、祭りの前日までインターネットで販売されます。